本日のゲームはエスタディオタウロで行われます。この時間は徳島対コソボ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲームは 4-5-1 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形成ですよね、この右左に位置するサイドアタッカーですよね、ここが一つのポイントになりますよね。やはりサイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい。さあ、このワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールがキープできること、ためを作れるということは重要になりますよね、はい。もしくはやっぱスピードのある選手ですね、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい。さあ前半見ていきましょう。徳島タッチ、早々です。いや、いきなりですよ。ワンツーからのこのゴール、いかがでしょうか。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。今日先制はこの早い時間でした。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。小西、岸本へ、大きく縦へ、岸本へ、小西、鈴木、またこの柔らかいパス、ここはつながりません。福岡、岸本へ、ベリシャ、縦へのボール、ふわっと裏を狙う、ボールはクリア、ベリシャ絶好の位置で受ける、いやー、どうか、コスモ、いやー、これは北澤さん、まあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね、はい。小西、長いボール縦へ、カウンターを仕掛けていきます。サイドへ、杉森、ボールを下げてリズムを作るか、岸本へ、鈴木、ジエゴ、
コソボは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。鈴木、ジエゴ、さあ左上がっていく、ボール入るか、うまいですね、抜けてくる、上がる、ベリシャ、いいプレッシャー、ここはファールを取られます。注意に終わりました。前半の14分を過ぎたところです。岸本、藤原、鈴木、渡井、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。岸本へ、ここで受けてチェックを受けながらのドリブル、さあ中央へ、カット、チャンスを演出できるか、ミロト・ラスイチャ、ベリシャ、アダジョナイ、パースをつなげます。素早いパスで攻め上がっていきます。藤原、小西、岸本へ長いボールを送ります。徳島、起点となるアクションが欲しい。小西、岸本へ、徳島最終ラインまでボールを下げる、岸本へ、岸本へ、杉森、ここで前を向けるか、スルーパス、おー、いいオーバーラップですよ、撫でるようなボールタッチ、さあ中はいる、小西、鈴木、大きく縦へ、この辺は人に対して厳しくいってますよね。岸本、前線にボールを送ります。岸本へ、この位置で受ける、この位置で受ける、縦へのボール、ロングボールを縦に送る、岸本、このボールをカットします。小西、福岡、渡井、組み立てながら攻め上がっていく、柔らかいボールと、これはつながりません。パスでつないで攻め込んでいきます。コソボ、フリーで受ける、シュート、触れた、いやこれ褒めるべきは守護神ですよね、今の止めちゃうんですからね。鈴木、裏のスペースを狙う、長いボール縦へ、福岡、岸本へ、大きく縦へ、
和田。前半31分です。左サイド上がります。クロスが上がる。ミロト・ラスイチャ。杉森、縦へのボール。仕掛けるか。ここ来ましたよ。長いボールを送ります。コニス、また中央へ。鈴木、藤原。ボールの奪い合い、激しいものがあります。徳島、ここでファウルをもらいます。注意に終わります。難しいボールだったんですが、合わせてきます。まあ、アリクロスの形なんで後ろからボールが来るんですよね。ただそれによってもうまく体勢を整えて回転しながら回ってくった。見事なプレーですよね。渡井、裏のスペースを狙う。ヘディング。いやー、ファインセーブでしたね。いやー、ファインセーブですよね。よく取れましたね。これ徳島、決定的なチャンスを収めることができませんでした。ジエゴ、鈴木、アダジョナイ、さあつながるか。いい展開ですね。いけるか。中上げる。そのままキーパーが抑えました。岸本、岸本へ。杉森、プレッシャー。いけるか。ジエゴ、藤原、ジエゴ、一人で駆け上がる。一旦前を取る。ジエゴ、鈴木、渡井。鈴木、サイドを使います。この位置でボールを受けます。渡井、岸本へ。鈴木、小西、ミドル。素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。見応えのある好ゲームです。同点で前半を折り返すという両チームです。お互いの持ち味を発揮した45分間でしたね。見どころも非常に多かったですし、後半も期待できると思いますよ。徳島対コソボ、1対1の同点で前半を折り返します。さあ後半です。徳島としては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいでしょうね。はい、大きく前線に入れます。このボールはカットされます。宮代、
さあ右へ預けて仕掛けるタイミングを図る小西、もう一つ前に行きたい、クロス、これは再処理、シュート。コソボディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどね。大きく縦へ小西、杉森、岸本へ、ベリシャ、本日ワンアシストです。長いボール縦へ、縦へのボール、杉森、岸本、小西、藤原、ジエゴ、小西、渡井。コソボがこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象ですが、どうご覧になりますか。いや、クロスからの攻撃を警戒してますよね、しかしゴール前をがっちり固められると一見攻略するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。まあ方法はいくつかありますけども、例えば遠目から積極的にシュートを狙ってみるとか、サイドから浮き球ではなくマイナス気味に折り返すとか、そういった工夫が必要だと思いますけどもね、単純なクロスだけでは相手の想定内ですからね。はい、バリエーション、それが問われるところですね。そうですね。岸本、長いボールを送ります。小西、大きく縦へ、岸本へ、後半に入りそろそろ15分というところ。さあ持っていく、渡井、サイドのスペースを使います。クロスを選択、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。縦へのボール、小西、岸本へ、長いサイドチェンジ、渡井、これ仕掛けるか、シュート、これよく止めましたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたね。徳島、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。長いボール縦へ、ミロとラスイチャ、プレスからボールがこぼれる、渡井、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このパス丁寧に足元を使う、中人数揃っている、
組んでいく。いやー、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。素早いパスで攻め上がっていきます。右サイドへ振って、ベリッシャ、アダジョナイ、ベリッシャ、緩いボール、この位置で受ける、アダジョナイ、攻撃的なサイドバックです。これはファールを取られましたか。イエローカードです。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。岸本、大きくサイドチェンジ。さあここからの展開、中へのクロス、これは直接キーパーへ。岸本、足元大事に行きます。岸本へ、どうする、鈴木、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。藤原、さあ最後の一押しになるのか。うまいですね。ここで収まる。シュートもあります。もう一回上げてくる、どうだ。徳島、ここはクリアでピンチを出します。クリア、大きく縦へ、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから、なかったとこでしょうね。縦へのボール、杉森、岸本へ、裏を狙っていきます。ここで丁寧にボールを扱う、岸本へ、さあどうする、サイドへ。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。まあどっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。シュート、コソボ、ビッグチャンス、ものにできません。いや、緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。徳島、ここでベンチが動きます。小西、長いボール縦へ、藤田、
攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。長いボール縦に入れます。このボール危険です。鈴木、小西、渡井、鈴木、ベリシャ、惜しい攻撃でしたけどもね。このまま終わっちゃうかな。手元の時計3分を切っている状況。小西、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。パスをつなぎます。パスの交換。裏へ届くか。いいとこまで行ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。鈴木とボールはゆるく狙ったボール。藤田、徳島としては最後何かアイディア見せたいですよね。しかしここで終了の笛。最後攻めきれませんでした。1対1、同点のまま試合を終えました。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。1対1ドローとなりました。